木造地区警察署襲撃事件とは、1952年2月21日から2月23日にかけて青森県西津軽郡木造町で発生した在日朝鮮人による事件。当時、在日朝鮮人は祖国防衛隊を組織し、所管派が主導権を握る日本共産党の指令の下全国各地で暴動を起こしていた。 1952年2月21日、国家地方警察青森県本部、木造地区警察署は、障害容疑で在日朝鮮人2名を逮捕した。これに対し、在日朝鮮人数十人が、県挙者の即時釈放を要求して連日署に押しかけた。2月23日に入り、在日朝鮮人、約70名が署内への侵入を図って、警備の警察官ともみ合いになり、 警察署の玄関のガラス戸が破壊された。また、同日午後7時、応援に駆けつけていた広崎地区警察署の署員11人が、国鉄後の汚染木造駅を警備していたところ、在日朝鮮人に取り囲まれ、警棒を奪われる事件も発生している。当時の日本共産党は、在日朝鮮人の入党を認めており、党員も数多くいた。現在の日本共産党は、 当院資格を18歳以上の日本国民に限っている。ありがとうございます。